どうも、清志郎です。今回は話す系でトリッキングの話していきます。一度は考えたことあるんじゃないでしょうか。トリッキングは習った方がいいのか、独学でやるべきなのかっていう話についての課題です。結論先に言っちゃうと、習った方が絶対上手くなれるっていうのは今の時代間違いないんですけど、まあ俺に聞きたいのって多分そういうことじゃなくて、そのシチュエーションによる話を聞きたいと思うんで、それをちょっと話していきたいと思います。教室の形態にもよると思うんで、習い方ね、月謝制なのか単発で行くのか、ワークショップにねふと寄るのかっていうのにもよるんですけど、実力者から習うっていう面での話と捉えてください。なんとなく的な教室じゃなくて、もうガチでトリッキングのアスリートが、まあ、教えてたりするところをちょっと指します。今の時代はトリッキング簡単に習える時代になって、まあ教室自体があったりとか、オンラインで習えたりとか、習いやすくはなったんですけど、まあそれによってトリッキングのインフレってめちゃくちゃ上がって、技がめちゃめちゃ高難度の技増えたりとか、国内で若手が育つとかがすごいね、活発に行われるようになったんで、逆に習ってない人との差が開いちゃってるっていう状態もあると思います。今もう毎週習ってて、トリッキング教室に行ったりとか、施設に行ったりしてる人たちが、バーンって伸び続けてるのに対して、独学でずっと芝生でやってるみたいな人が、なんか置いてかれちゃってるみたいな状況が、前よりね、二極化してるんですよ。で、自分的には、トリッキング教えてる身なんで、独学でやった方がいいじゃんって言ったら俺の仕事なくなっちゃうじゃないですか。なんであくまで、まあそういう身としてでも思うんですけど、まあトリッキング、独学でやるの悪くないと思うんですよ。なんか、ね、趣味として楽しむとか、独学で身内で教え合うとか、そういう人もありだと思うんですよ。まあ俺ね、教えてる身で言うのもなんですけど、独学でやるのありだと思うんですよ。ただ、仮にそれでやってて上手くなってるね人たち、ボーンって伸びてる人とか見て、自分が成長しないことを悩んだり病んだりするんだったら、絶対にあなたは習うべきです。っていうのも、なんか上手くなんなくてもヘラヘラできるとか、やってること自体が楽しいから続けれるかなみたいな人はいいと思うんですね。仲間うちの一人が習いに行って急に成長しやがった、置いてかれて悔しいとか、ダブルコークしちゃうのにとかいう人は、もう絶対に習うべきだと思うし、習わないの時間の無駄になっちゃうんで、あと、年齢。これ結構気にする人多いんですよ。俺のチャンネル結構ね、俺のレッスンに来てくれてる人って、40、50代が多かったりするんで、そういう人たちにもね、ちょっとアドバイスになるんですけど、年齢が高い人ほど、やっぱり、怪我したら、あ、もう仕事に影響がとか、あ、もう怪我したら治りにくいとかあると思うんですね。で、怪我しないことがトリッキングの目的になってくると思うんですよ。その年齢が40、50代いくと、コーク、夢のコークをしたいけど、怪我してらんないってなってきたら、もう確実に安全な施設に行くのは確定するじゃないですか。で、その施設で、まあ、自主練するのか、レッスン受けるのかっていう話になるんですけど、年齢が高めの人ほど習った方が確実に覚えられると思いますっていうのも、年齢が高い人って自分でね、お金稼いで、自分でそれを自分の趣味とかにお金使えるって状況が、まあ、子供よりはね、結構あると思うし、子供ってやっぱ習い事で親がさせたいとかがあったりするんで、習い事の価値をわからないとかいう人も結構多いんですけど、大人はやっぱ自分がやってる趣味に対する価値をすごいね、理解する人が多いんで、習った時の効果も高いし、やっぱ意欲的に臨めると思うんですよ。で、しかも結構ちゃんとした指導者つければ、40、50代でもコークとか全然できる人はいるので、やっぱり悩んでるぐらいだったら、安全に怪我しないような手順を教えてくれる安全な場所でやった方が確実にいいです。まあその際はね、ほんと指導者選びとか教室選びって本当に大事になるんですけど、まあ、正直言うと、トリッキングどこを教えてるんだみたいな教室結構流れてくるんで、まあ俺もね、それを個人名とか教室名ボーンって載したら営業妨害じゃないですか。なので、俺の動画見てて俺に習いに来てくれる人は一番手っ取り早くていいし、俺のそのね、考えとかが全部伝わるんで一番ありがたいんですけど、関西に住んでるとか、だいたい東京とか茨城とか埼玉、神奈川ぐらいの人は WW の千葉のレッスン来てくれたりするんですけど、それ以上遠いと、まあ通うのむずいじゃないですか。で、そういう人とかに、まあやっぱり言っておきたいのが、トリッキング習うって結構高度な技術で、実力がないのになんか憶測で技を教えてるみたいな人多いんですよ。実力がある生徒とかが出てきたら、あ、それね、俺やったことないけど、こうやったらできるんじゃないのみたいなのを言う人がいたりするんですけど、それって、俺のね、心情の中では、まず生徒が実験台になるってことは基本的にありえないと思ってるんですね。っていうのも、指導者、
まあ、まあプレイヤー側が実力をつけていく中で、あ、これってこの技ってここで怪我しやすいなとか、ここを乗り越えたら次があるなとかが感覚でわかるじゃないですか、練習していくさなかで。それをまあ指導するときに、多分ねもうすぐつまずくと思うから、ここ入念にやった方がいいよとか、ここの感覚としてはここが見えたらもう本当に安全だから、ここさえ見えたらなんとかなるよみたいな説明の仕方できるからこそ言える感覚とか経験が言えるじゃないですか。それってできない技を教えるときって使えないじゃないですか。自信満々に教えてる、大したことねえなこいつみたいなインストラクターがいると結構危険なので、習ってる側もね、生徒側が実験台になっちゃうんで、いや実験台になるんだったら指導者側だろうって俺は思うんで、なんでそういうのもね気をつけてください。超プロのやつが専門外のこととかをちょっと聞かれたときに、あーでもこれぐらいの似た感覚がある技から考えるとこうじゃないかなって考察を立てれるのはいいと思うんですけど、素人、明らかに素人のやつがなんか憶測で技を教えて、でそいつが怪我したらどうするんだって話なんで、そういうのはね本当気をつけてください。俺いつも言うと思うんですけど、レッスン来てくれてる人とかのためにもそうだし、自分のためにもね、安売りできないから無料で DM とかねコメントでアドバイスを送ったりとかはできないって言うじゃないですか。理由としてはね、これ俺一個人の理由だけじゃなくて業界の話になるんですけど、俺がラーメン屋です、ラーメン屋で客として来ました。840円のラーメン食べに来ました。840円払います。次の人が、あなたはねタダでいいよって言って帰ってったら、は、俺をじゃあタダにしろよってなるじゃないですか。あいつなんで金払ってないのに俺金払ってるんで、同じラーメン食っただけなのにってなるじゃないですか。無料でアドバイスするってことは、俺が普段やってることをね、見ず知らずのお金払ってない人にすることになっちゃうんで、それはできない。俺のポリシーとしてできないっていう話です。で、もう一個安売りって話なんですけど、俺ね、トリッキング独学でずっとやってきて、いっぱい怪我したし、運動神経がないまま始めたんで、やっぱ人一倍苦労して時間かけてね、だからこそ、こういう時に技ができるとか、これがこの技のコツだっていうのが明確にわかるし、教えやすいっていう指導とかに役立ってるみたいなところあるんですけど、そういうね、培った経験とか、難しい技とかレアな技の貴重なね、情報とかって安売りしてしまうと業界に悪影響なんですよ。トリッキング業界ってまだ発展しきってないじゃないですか。これからインストラクターとかで食べてくる人も増えるだろうし、パフォーマーになる人も増えるだろうしっていう、これからっていうものじゃないですか。で、そのこれからを今から俺が全部無料でやります、全員来てくださいってなったら、今インストラクターとかトリッキング指導者してる人も食えなくなるし、まあ将来がなくなるよね、その人たちだけじゃなくて、次の世代、その次の世代って、じゃあある程度18歳とか20歳になってトリッキングで仕事するかってなった時に、あれ、インストラクターになろうと思ったのに、なんかもうトリッキングって無料で習うのが普通の業界になって、あの清志郎ってやつが全部無料で教えてるから、俺もう指導者になれねえんだけど、みたいな。でなって、もうトリッキングの仕事をね、諦めざるを得ないってなる業界になってしまうので、気軽にね、アドバイスを求めるのっていうのは、業界のためにも、そのね、教えてる人のためにも、できればやめてほしい。だから、無料で教わるっていうことは、ただほど怖いことはないっていうことで、ただであなたが気持ちよく習えたとしても、そのただの一回によって、トリッキング業界に打撃がね、だんだんこうヒビが入ってピシピシってどんどん波紋が広がってって、最後トリッキング業界壊れちゃうかもしれないんで、なんでちゃんとねトリッキングは習う業界にしていきたいんですね。で、なんか昔からトリッキングやってるね大人とかで、いやトリッキングは習うような段階ではないとか、トリッキングに指導者をつける段階ではないみたいなことを言う、まあ言っちゃえば老害みたいな人いると思うんですけど、気持ちは俺もわかるのよ。なんか俺も習わないでずっと芝生とかでやってきたし、なんか習わないことこそ美徳みたいな、習わないでできる俺かっこいいみたいなね気持ち、中二病心わかるんですけど、それはね俺もう卒業したのよ。なんでかっていうと、上手くなるのが大事だし、最速で安全に、しかもトリッキング業界でね、経済の流れがねトリッキングに生まれるのって、トリッキングの将来に絶対大事じゃん。で、しかもそれってスポンサーつくとかより一番簡単で手っ取り早い話なんで、この手段を潰す手はないんですよ。その辺は俺もねいろいろ考え言ってない範囲であるんですけど、まあこんな感じで業界の話もちょっとしたんで、一人一人考えてみるきっかけになればなと思います。俺がやってるレッスンは概要欄に一応予約方法とか場所とかホームページ書いてあるんですけど、まあ、大体のことはそこ見ればわかるんですけど、レッスン形態とかレッスンでどんな内容なのか知りたいっていう人は、俺のインスタのストーリーハイライト見てみたりとか、まあコメント欄にちょっと
これぐらいの履歴なんですけど、レッスンどんな感じでやってますかみたいなコメントでもいいんで、もしよろしければチャンネル登録とか高評価お願いします。はい、まあトリッキング業界はね、これからだということで、いろいろ協力し合って、初心者も上級者も関係ないんで、この辺は、まあ、今後のために頑張っていきましょう。俺も頑張るんでね。はい、ではありがとうございました。